東新潟火力発電所は、新潟県北貫原郡西牢町東港一の1、一の155にある、東北電力の天然ガス、石油火力発電所。新潟県西牢町の新潟東港工業地域に位置しており、新潟東港に隣接する。1972年11月に、港一号機が運転を開始、4号系列までの、 合計六機が建設され、東北電力最大であり、国内でも最大級の火力発電所である。なお、当時は、東北電力と日本系金属が出資した、新潟共同火力発電が港一号機及び、港二号機の運営を行っていた。かつては沖合に位置していた、あがおき油ガス電より、パイプラインで天然ガスを利用していたが、九百九十八年以降は、 隣接地の不当付近に設置した LNG 基地から供給を受けている。この基地からはパイプラインを介して東北天然ガスが新潟火力発電所や新仙台火力発電所への供給を行っているほか東北地方南部地域を中心に天然ガスを供給している。発電設備のうち3号系列は東北電力発の排熱回収多軸型コンバインドサイクル発電。 方式を採用した。4号系列は、熱効率が50%を超える性能の、排熱回収多軸型1、摂氏450度級、コンバインドサイクル発電方式を採用している。なお、当初計画では、系列単体出力80.5万、キロワットとしていたが、4から1号系列では2001年4月より82.6万キロワットに、増出力を行い、 4から2号系列では、ガスタービン制御区間の改善や低圧上気タービン、最終弾翼に48インチ翼を採用するなど、最新技術を導入し、運転開始時より84.0万キロワットであった。また今後、設備の有効利用を図るため、廃止された5号機及び、秋田火力発電所5号機のガスタービンを4から1号系列のタービンに転用することが計画されている。 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波により東北電力の太平洋側にある発電所が甚大な被害を受けたことに伴い3号系列が109万ットから121万キロワットへ4号系列が161万キロワットから170万,万,万キロワットへそれぞれ増出力運用を同年3月17日に開始し 長期計画停止中だった港1号機が同年5月31日に運転再開した。港1、2号機2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波により複数の発電施設が被災し電力供給力が大幅に低下したため緊急設置電源が新設された。電力需給が逼迫した際に稼働していたが 被災発電所の復旧等により、港3号系列は2015年3月21日に、5号機は2019年3月15日に、それぞれ廃止された。ありがとうございます。